オーストラリアの潜水艦自国建造計画は終わったと地元メディアが注目しているようです。今回はこれについて見ていきたいと思います。つまりは、原子力潜水艦を通常動力型潜水艦に変更できると簡単に考えていたしっぺ返しを食らったようなものでしょう。仮定の話ですが、中国の横槍に負けず、日本案を選んでいたら、オーストラリアには何隻か納品されていたかもしれませんよね。オーストラリア海軍が現在運用中のコリンズ級潜水艦の代替としてアタック級潜水艦調達計画を進め、フランスのシフラン級原子力潜水艦の改造版に決定したのは2016年平成28年のことでした。このコンペには日本やドイツも参加していました。下馬評では優秀な性能を持つ日本の潜水艦が選ばれるだろうということだったのです。オーストラリアの要人も日本案に傾いていたという噂もありました。ところがここで横槍を入れたのが中国です。日本に外貨を落としたくないのか、潜水艦の優秀さを世界に見せたくないのか、貿易額1位という立場をフル活動させ、オーストラリアにプレッシャーをかけて日本案を拒否させたと言われています。結果としては日本でもドイツでもなくフランスが落札したのでした。そこからすでに5年が過ぎようとしていますが、延べ12隻に上るこの潜水艦代替の大規模プロジェクトはコスト面でのずさんさが目立ち、実現が危ぶまれているそうです。前述のようにフランス製の潜水艦はたったの1隻もオーストラリアに納入されてはいないのです。フランスのシフラン級原子力潜水艦を製造するゲンナバルグループ社、当時 DCNS 社は、アタック級潜水艦計画の12隻の建造費用を、1隻あたり約1800億円、合計で約2兆1500億円と提示していました。これが契約段階になると、1隻あたり約3600億円、合計約4兆3000億円にまで倍増したのです。さらに、直近のオーストラリア側の試算によると、1隻あたり約6200億円、合計7兆4400億円にも達すると報じられているのです。他の国のことですが、なんで?と聞きたくなるほどの増額ですよね。フランスは随分ふっかけたなと感じるのは筆者だけではないでしょう。日本の海上自衛隊の場合ですと、2020年10月に進水した最新鋭対迎型一番艦の建造費は1隻約800億円と言われていますから、アタック級潜水艦と比べると、最初の1隻約1800億円でも2倍以上の高額だったのがわかりますね。オーストラリアではアタック級潜水艦計画について期待がありました。つまり、自国内で艦艇を建造するので、製造業に対する雇用政策の一つになると見ていたのです。しかし、逆に、こうした政治主導により発生する弊害が指摘されているのです。というのは、オーストラリアから自動車製造企業等が次々と撤退したせいで、国内産業の空洞化を招いているという経済的問題が根底にあって、それを一番に持ってきたため、兵器としての潜水艦のあり方を優先に考えなかったせいとも言えると分析する向きもあるとか。さらに、軍事関係者からも指摘がありました。アタック級潜水艦計画では、シュフラン級原子力潜水艦を通常動力に変更するということになっていたのですが、この点にも疑問符がつけられたのです。実績のない機上案に安易に乗っかってしまったのではないかという厳しい見方もあるのです。仮に、シュフラン級原子力潜水艦を通常動力へ変更できたとしても、ネックがあるようです。オーストラリア海軍は、アメリカの兵器システムを通常型に監修されたこの潜水艦に搭載する予定ということですが、これに関する作業工数も問題視されているようです。時間がかかりすぎるということでしょうか。そのため、兵器システムを供給するアメリカは、すでに実績のある日本の、竜型を、オーストラリアの選定時に推奨していたとも言われていたのですが、国内での艦艇建造が最大の目的だったので、オーストラリアは却下したと言われています。
このようなオーストラリアの兵器調達と政治という二つの問題の原因を考えると、地理的に軍事的脅威になりそうな存在が、太平洋戦争以降、ほとんど存在しなかったことにもあると考えられるのです。歴史を振り返ってみます。太平洋戦争時のオーストラリアは、アメリカとの連携を遮断しようとする日本軍の爆撃を受けるなど、直接の戦争参加国として南進してくる日本軍を撃退することが最重要課題になっていました。1945年、昭和20年、日本が太平洋戦争で連合国に敗北すると、オーストラリアの仮想敵国としては、東ティモール問題で衝突したインドネシアが、最も存在感を大きくしましたが、全面戦争をするような関係にはならず、平和だったと言えましょう。それでも、四方を海に囲まれた大陸オーストラリアは、国防用兵器として、潜水艦の取得を進め、1990年から2001年にかけての12年間で、現行のコリンズ級潜水艦6隻を建造し就役させています。コリンズ級潜水艦は、水中排水量3353トン、長さ 77.8M、全幅 7.8M の通常動力型潜水艦です。スウェーデン・コックムス社のメステル・イエトランド級を土台として規模を倍増させた艦艇ということです。コリンズ級潜水艦は、オーストラリア南部のアデレードで建造されました。今回のアタック級潜水艦計画と同様、国内建造することによって、雇用維持の政策としても活用されましたが、必ずしも順調ではありませんでした。それが、オーストラリアの潜水艦建造技術だけに起因する問題かどうかは不明ですが、コリンズ級は、潜水艦として、最も重要な要素である、静粛性に難があり、同時にトラブルも多発したため、総じて不評だったのです。しかし、アタック級潜水艦計画が暗礁に乗り上げている現在、こういったトラブルにも粘り強く対応してきたスウェーデン・コックムス社への評価は逆に上昇したのです。皮肉な傾向としか言えませんね。コックムス社が作ったのではなく、コックムス社の艦を改造した方に原因があると普通は考え、基礎には責任はないとする企業も多いようですが、コックムス社は真摯に向き合ってくれたようです。評価が上がるのも当然でしょうね。導入が遅れそうなアタック級潜水艦計画の状態を考慮して、コリンズ級潜水艦に延命措置を施して就役期間を延伸させようという動きです。いわば、モラトリアム、猶予期間で、新しい潜水艦調達を図ろうという意図があるようです。現時点では、この案が、現実的か否かの判断は困難と思われますが、試験では、今後も、アタック級潜水艦計画の経費が高騰すると見られるので、一行する価値はあるのかもしれないとも思うのです。と言っても、ここに来て動きがあるようです。オーストラリアの足元を見ていた、甘く見ていた感のあるフランスが、ある程度、現実的な落としどころを提示して幕引きを図るのではないかと予想する人もいるのです。ですから、予断は許されないということですね。そもそも論ですが、オーストラリア海軍が新型潜水艦を熱望する目的は、中国の南シナ海進出等で、久々に現実的な軍事的脅威を実感しているためです。ということは、対中関係の今後も大きく影響すると考えられます。オーストラリアの貿易額1位は中国ですから、海洋進出は認めないとしながらも、即刻交断絶というわけにはいかないでしょう。国防と貿易を天秤にかけて、ちょうどいいバランスを探っているようにも感じます。こういったバランス感覚を、日本の政治家にも身につけてほしいものですね。